강력한 불꽃 마법을 단검에 베어버리는 먼치킨 소녀. 엄청난 속도를 뽐내며 적을 섬멸하는 건 물론 이제 뭐 골렘까지 단칼에 베어버린다. 대체 저 소년의 정체는 뭐야? 과학기술의 제국과 마법의 나라가 적대하고 있는 세계관. 사상 최연소로 사도성 자리에 오르며 제국 최강이 된 남주였지만 수감된 마녀를 몰래 도망치게 도와줬고 그로 인해 사도성에서 강등, 징역살이를 하게 되었죠. 100년 이와타르 와가 군이도 마저토노 센소노 나카데 君が 起こした 事件は 大いなる 罪である. 私たちは あなたに その 滞在を 償う 機会を 用意したわ. 능계 애플 그냥 존나 센 남주 썩히기 싫은 이 임무에 투입하려는 것이었고 今度の 相手は その 中でも 特に 強力な 相手 評価の 魔女다. 評価の 魔女. 1년 만에 석방되어 팀원들을 만난 그였고 곧바로 마녀를 잡기 위해 투입되는데 도배! 네비리스의 세례 부대가 진! 으시로! 세례의 호노를 길이사이다라도? 물론 남주의 파티는 호락호락하지 않았고 폭탄을 터뜨리며 교란, 총으로 어모를 받으며 순식간에 파고들어 처리하는 남주였죠. 하지만 여기서 끝나지 않았고 고래! 시카모 세세 속도가 하야이 이브케 隊長, ここは僕が引き受けます。 抱けるな! 遅い。 貴様、一体何者だ? 저항하는 상대를 가볍게 제압하는 남주였고 그제서야 빙하의 마녀가 등장하는데 대효과 僕はお前を捕らえるために来た。誰に物を言っているのかしら。もう気づいているでしょ。あなたたちが評価の魔女と呼ぶ精霊使いは私のことよ。壁を押しつぶせ。うがて。目覚めろ。 無敵の盾、諦めなさい。諦めるだって。 ここで諦めたら誰がこの戦争を止めるんだ。 그에게 긴장이 풀리며죠. 절벽에서 넘어지고 마는데 아리가토. 何をしているの? つい撤退よ。 いつかと言ったわね。 次はないと思いなさい。 전쟁을 막고 평화를 꿈꿔왔던 그녀였기에 그의 발언은 여주의 마음에 꽂혀버렸죠. 하지만 그들은 적국 사이 답답한 마음을 풀기 위해 극장에 왔는데 물론 공연이 끝나고 불이 켜졌을 땐 あなたがここにいるの?アリス様、ダメです。ここは中立都市なんですから。この都市では一切の争いが禁じられています。 따라서 두고 보자며 밖으로 나온 둘이었지만 어째 식당에서도 합석을 하게 되었으니 とにかく食事を。あ、ごめんなさい。おい、こちらこそごめん。 이거 싸우라니까 썸이나 타고 앉았죠. 사몬토 즈키니노 나마크림 파스타. 유데 가겐와 벤코티 데 료와 스크나메. 食後は紅茶で砂糖を一つお願いします。 음식 취향까지 똑같이 맞아버리는 이 녀석들. 이런저런 얘기를 하며 공감대를 형성했으니 파스타와 알덴테데 유데르노가 조식이데스. 그래다카라 시로도와 고마리마스. 절대니 벤코티다카라. 오늘의 만남으로 더욱 마음이 커진 여주. 그건 남주도 마찬가지였죠. 아모. なんでこんなに眠れないのさ! 빡센 훈련으로 답답함을 날려보내려 했지만 상사가 준 특별 선물 비브란 서리르노 텐란카이 에인가 だから! なんであなたがここにいるのよ! 이제 뭐 당연하듯이 운명처럼 마주친 둘이었고 미술관 데이트를 하게 되었죠. あなたはどうしてこの画家が好きなの? ここ、絵の具が少し盛り上がってる。 ナイフで絵の具を盛ろうとした時 一瞬考え直したんだと思う。ここは全然違う色味で絵の具を重ねて塗り直してる。描いているうちに
情景が頭の中で変化したのかなってさ。もっと強い色で。すごく情熱的？そう。絵を見てるだけで人柄が伝わってきて、多分それが好きなんだと思う。わかるわ。私も。점점 커져가는 둘의 마음. 이제는 졸다가 가슴에 기대어 버리는 남주였는데. 아, 부럽다. 우리たちは 敵なのよ. 私がその気なら今の君なんて. 이제 뭐 당장 사귀어도 이상하지 않을 둘이었지만 각자의 입장은 그렇지 않았으니. 요때新たな条件を提示しよう. それは評価の魔女を拘束すること. 해당 미션을 클리어하면 사도성에 복귀시켜주겠다는 것이었죠. 아나타와どうしてこの画家が好きなの? そういえば君何歳なの? 明日の訓練を休みたい? 具合でも悪いの? 用事があるんです. 中立都市に. 今飯塚君張り詰めた顔してるでしょ? やっぱり そういう状態の部下を一人にするのは隊長として賛成できないよ. 分かりました。同行をお願いします。 任せて! 여주 역시 상황이 안 좋긴 마찬가지. 随分と敵国の兵を気にかけているようですね。 お母様。 帝国は敵です。 私たちを魔女と呼び、 忌み嫌って迫害する者たちの巣窟。 帝国を打ち破って屈服させることが聖霊使いの悲願です。 私が伝えたいことはそれだけです。 はい、お母様。 アリス様、あの帝国の剣士について調べがまとまりました。帝国内で囚われていた精霊使いを監獄から逃がしたとのこと。明日の朝一番に中立都市に行くから準備をしておくように。またですか？私が自分で確かめたい彼の真意を。 그렇게 약속도 하지 않았지만 운명처럼 마주친 둘이었으니. 外に出ましょう。 ついてきて。 聞きたいことがあるの。1年前に国家反逆罪で捕まった帝国兵、帝国に囚われていた精霊使いを脱獄させたっていう変わり者の使徒性、君のことでしょ。ああ。どうしてそんなことを。まだ小さい女の子だった。ただ帝国はそういうの関係なく精霊使いを捕らえたがっていて、それが嫌だったから。君の言動は矛盾するわ。私を捕らえようと襲ってきたじゃない。和平交渉。 戦いを終わらせたい。だけど僕が何を言ったって帝国が動くわけないし、ネビリス王朝も聞き入れるわけがない。 따라서 그가 생각한 방법은 여주를 포로로잡아 화평교섭을 이끌어내는 것. 얼토당토않는 얘기라며 개소리 말라는 여주였고. 君、私の部下になりなさい。 하이! 갑분싸 루피를 지전하며 부하로 사물을 들었으니. 하지만 그때 세겐 우라기리노 야이바 시소 사마. 그녀의 정체는 대마녀라 불리는 네블리스. 봉인되어 잠들어 있었지만 모종의 이유로 잠에서 깨어버린 거. 대빠꾸 없이 공격을 해버렸고. 隊長、あのシソっていうのはお前たちの仲間じゃないのか。あの方は我々の国の創始者ゆえ仲間と呼ぶなどあまりにもおこがましい。じゃあその始祖がどうして子孫のアリスまで狙うのさ。 精霊の児童防衛でしょうね。悔しいな。悔しい。中立都市で君と出会ってから私の中でモヤモヤが溜まってる。でもそれは姫として失格だもの。今日はそれを断ち切るつもりで来たわ。なのによりによってあんなやつに土足で入り込まれて大迷惑よ。あんなやつ。精霊使いが私の邪魔をする。 지가 먼저 노빠꾸로 공격해놓고 양심 준내없는 이 녀석. 또다시 강력한 공격을 퍼붓는데 그걸 온몸을 바쳐 보호해줍니다. 返事をなさい! 린! 린の体を氷で冷やす。そのための精霊だろ。 남주 덕분에 응급처치를 해줬고 린이 당해서 개빡친 여주였으니 야래야래 어쩔 수 없군. 이번만은 임시동맹이다 라는 느낌으로다가 함께 싸우는 둘이었으니. 精霊使いでありながら同志を平然と傷つける。あなたはもう王朝の英雄でも何でもないわ。今この時代にあなたは必要ないわ。
だからお前はもう一度100年間眠ってろ。消えろ。그럭저럭 버티는 둘이었지만 전설의 마녀답게 너무나 강했으니 気が合うと思わないか? 僕らがいるのは 帝国でも 王朝でもない 中立とした 目的が同じ それだけでいい だから 信じていいの? 帝国の君を 진심으로 신뢰관계가 된 둘은 대만에도 버거웠고 강력한 기술을 날려봤지만 아주 그냥 틈만 나면 메어버리는 개쌈먼치킨 남주였으니 결국 기가 막힌 호흡으로 봉인에 성공합니다. 그리고 쏟아지는 노을과 함께 겨우だけよ 分かってる 私たち また明日からは敵同士だからね 라면서 내일을 계약하는 둘이었습니다. 이여유でした 대장, やっぱり体は大人 私を嫁いけない! 지금 責任取って! 意味わかんねえよ!